クラスルームクライシスは2015年7月から9月まで MBS ほかアニメイズム B1 で放送されたテレビアニメ通称クラクラ放送開始時までストーリー概要は公表されず第1話から徐々にその全容が明らかにされていった第2話の劇中番組で流れたナレーションは久保田一氏が担当しているマルドによると2010年頃に MBS のアニメプロデューサーを務める前田俊弘と飲みを交わしたことがきっかけであるという。その成り行きから食事会が開かれた際、本作の前に同じ枠で放送された、結城優奈は勇者であるの原案を担当した高 hiro もいたとのこと。また、本作の主たる舞台となる a テックは企業のレースチームをモチーフにしており、教室にいられる。 最小人数として10人のメンバーが設定された。太陽系の各惑星がテラフォーミングされ、そこに地球各国の領土が設定され、多くの人々が定住するようになった時代。火星に建設された日本の新たな都道府県の一つ、第4東京都の霧リ市にあるキリ科学技術学園には、一風変わったクラスが存在していた。ここに所属する生徒は、昼は、 学園で学び、放課後は、学園の経営母体である、キリカコーポレーションの社員として、発展型試作ロケットの開発に携わっていた。それが、先行技術開発部教育開発室、通称 a、a テックである。ある日、a テックにやってきた一人の転校生がやってくることになり、トラブルに巻き込まれた、彼を、a テックのテストパイロットである白崎イリスが迎えに行った。 転校生は、キリカコーポレーションの経営者一族の一人、キリはなぎさ。室長、セリョウ、カイト以下の A、テックメンバーに自分が新たに先行技術開発部長に就任したことと、多額の予算を費やしながら、一向に成果が上がらない A テックのリストラを、宣告する。これに反発するカイトは、A テック解散を阻止すべく、各所に奔走する。一方、なぎさの兄で、 キリカ、コーポレーション専務のキリワユージは、A テック自体の即刻解散を狙う思惑を抱いていたが、それを嗅ぎつけた、ナギサと対立する。だがユージの策略を逆手に取り、ナギサは彼を僻地に移動させることに成功する。A テックでは、ナギサもただの一生とであり、委員、長瀬良水木に町を案内されたり、他生徒から一番下っ端として、パシリ扱いされたり、 修学旅行に連れて行かれたりする。またカイトは学業にも手を抜かせず追試を命じ、水木は居残り勉強に付き合う。メンバーと交流や仕事を一緒にするうちに、a テックとも仲間意識が芽生えていく。a テックを潰さず存続させる方法を模索する。渚は選挙に絡み裏で画策し、古林議員の後ろ盾を手に入れる。さらに副社長を味方につけ、 A テック廃止への反対決議を提出した。だがそれらすべてを見抜いていた社長であり渚の長兄である霧は、和久に先回りされ、副社長すら賛成することなく彼の決議は潰される。実は、和久は軍事部門を立ち上げようとしており、そのためにエンジン設計の天才、セリョカイトの力が必要であり、A テックを潰すのもそのためだった。 渚自身にもこのプロジェクトの担当重役になるように、告げ、さらに実は、渚が替え玉だと気がついており、彼の忠誠心と復讐心を笑い飛ばした。すべてを乗り越えようやく復讐に成功すると思った、矢先にすべてをひっくり返され強い敗北感と挫折感を味わう渚は、エーテックに一人残り整備作業をしていた水木に、今更あがいて、何になると罵倒する。だがそれは、 渚の泣き言だと気がついた水木に癒され、二人は泣き笑いながらキスを交わす。渚は社長の犬になることを、カイトは兵器開発に協力することを拒み、エーテック内で仲間割れもあったものの、とにかく最終プレゼンまでにロケットを作ろうと一致団結する。だが、渚が恨み骨釣りの有事にさらわれ耐久性のないロケットに乗せられてしまう。 最終プレゼン当日、無人の衛星に向かい高速で飛んでいくロケット。助けに行くためにロケットに乗り込もうとするイリス。彼女は自分がカグウナギサであり、ゲンナギサが自分の幼馴染みであることを思い出していた。水木もサポートとしてロケットに乗ることになり二人で助けに行くことに。一方、プレゼンのカイトはこの二人の飛行を持って、 全人未踏の高速高校の宣伝とする。これを可能にしたのは、a テック全員の力だと。イリスとナギサは衝突直前で、ナギサが乗ったロケットとドッキングすることに成功する。だが、a テックの解散撤回は認められなかったため、メンバーたちは辞職願いを出す。このデモンストレーション映像を企業や投資家にも配信していたため、スポンサーが集まって独立するのだ。 和久は新しいエンジンは会社のものだぞと遺留するが本当に重要なのは半年でエンジンを開発したカイトとその仲間たちだとナギサは単価を切る。すべてを思い出したイリスはナギサと水木の関係に焼きもちめいたものを焼いていて、この三角関係にナギサはどうすればと嘆く。その何日か後、新会社の発足式が行われ、 渚は自分たちの力で天下を取ることを宣言した。担当声優の発表は、株式会社キリカコーポレーションの人事発令の形を取っている。主人公ヒロインエーテック、TB アニメ、クラスルーム、クライシスウェブラジオ株式会社、小沢ありのタイトルで2015年6月29日から10月5日まで、アニメ公式サイトと、オ泉にて配信されていた、ウェブラジオ番組、 毎週月曜日に更新。パーソナリティは小沢あり。初回は第零々回としてプレ配信。2015年10月26日より番組を規模縮小し、TV アニメ、クラスルーム、クライシスウェブラジオ有限会社、小沢ありのタイトルで配信。同年12月21日で終了。月1回月曜日に更新。いずれも MF 文庫 J からの観光となる。 月刊コミックアライブにて2015年8月号から2016年4月号まで連載されたテレビアニメ本編のコミカライズ作品ありがとうございます。